ラウル・アルバン・ルイ・サランは、フランス、タルヌ県生まれのフランス陸軍軍人。後に、OAS の指導者となる。サランの軍人生活は、フランス植民地帝国の水防そのものであった。1924年及び1937年の間、インドシナ各地をめぐった後、植民地省情報局長となる。 1942年から1943年の、相場、特に、アフリカ植民地において、ビシー政権側にありながら自由フランスに、協力していた。その後、自由フランス軍に参加、トゥーロンの解放戦及び、アルザスの戦いに参加する。1948年以降は、インドシナ中流軍勤務で、ジャンドラトルド・タシニー元帥の死去後、 1952年1月のインドシナ極東遠征軍団司令官となる。1956年12月1日にアルジェリア中流軍司令官となり FLN を一時壊滅させた。1917年8月21日、サンシール陸軍士官学校に入学する。しかし、 下級将校の不足に伴い、1918年7月25日に、リオンチュートンの第5植民地風評連隊に配属された。第11中隊の小隊長として、ベルダンの戦いに参加、各地を転戦する。1919年5月までドイツ占領軍に勤務し、5月7日にサンシール陸軍士官学校に復学する。9月21日、 正式に上位に、任官、12月3日に、モロッコ植民地風評連隊に配属される。その後レバント地方のトルコシリア国境地帯中流の、第17セネガル全昇兵風評連隊に、勤務、1921年9月11日、退位に承認する。そして、同年10月24日にアカムの戦いで、重傷を負う。 1922年1月25日、サランは衛生上の本国総監の対象者であったため、トゥーロンのサンア安ン病院に入院することとなった。1924年1月2日に、インドシナへの勤務の求めに対して、サランは回復後に23アリックで勤務することを志願した。1924年4月15日、グエンビンチュートンの 第三ンキン全商兵風評連隊に勤務となる。12月14日、メコン川行政区長のもとで、行政官を委任される。当該地域は、中国、ビルマ及び、シャムと接する、政治的に微妙な地域であった。1928年7月6日のハノイへ復帰の、あと、臨時メコン川行政区委員に任命される。 1930年3月25日、大尉に承認する。1933年12月1日、インドシナ中流軍の命令を受け、1934年春まで帰国。1934年10月6日に再びインドシナ、やってきて、トンキン地方にある、ディンラプの管理代表を務めながら、第19植民地根性風評連隊第6、中隊長となる。 1937年4月8日、本国に戻りそこで将来妻となる女性と知り合う。9月1日、植民地省第二部部長代理となり、1938年3月22日に、少佐に承認、植民地間情報交換部長になって、ジョルジュ・マンデルとの日々の関係にあって、信仰を深める。ドイツによる、戦線布告まで、カイロ及びハルツームにある、 イタリア軍によるエチオピアの占領に対するアビシニア人抵抗グループへの援助を実行するための秘密事務所に勤務する。1939年11月19日にパリに戻り、1940年1月に第44不評連隊セネガル大隊長に就任、ダンケルクの戦いにより主力が壊滅、6月5日大隊は第一戦に立つこととなった。 大体は、ロワール川及びセーヌ川において、死体行動を取り、残余部隊の交代に尽力する。7月12日1300時及び1940時、連帯命令により武装解除が形された。7月16日、シー政権下の植民地省から分離された、植民地軍総司令部に勤務。8月21日、少佐に承認。 翌1941年6月25日、中佐に承認。1941年9月24日、フランス領西アフリカに勤務者の候補に上がる。1942年3月8日、ダカールにある西アフリカ中流軍第二部員として、本部付きのバロー将軍やアルジェ市長との面識を持つこととなる。 ここで形成された人脈が、後のサランにとって役立つこととなる。第二部月中隊は、セネガル、仏領スーダン及びギニア遠征を実施、地資料収集や、情報網構築に寄与した。その後第三部に勤務。1943年6月25日、大佐に承認。北アフリカへの転出が決まり、1943年8月31日に、アルジェに到着する。 北アフリカ中流軍第二部長に就任。情報提供協力者との接触が行われる。1944年5月30日、コルシカ中トンの第六セネガル全将兵不評連隊長になる。6月16日、六つの越兵のために期待したタシニー将軍と越見する。これがサランとタシニーとの初会合であった。8月19日、 サランは、連隊と共に連合軍に投降。そのまま8月26日に、トゥーロンの戦いに、参加、6日間の間に587名の戦死者を、出す。トゥーロン戦後の、9月9日に、連隊は自由フランス陸軍に正式に編入される、手続きを終え、10月13日にクツは、第6植民地風評連隊に改名された。11月14日、6アリックは、 ドゥ法イ戦でドイツ軍を撃滅粉砕する。11月23日、連隊はコーチライン側地方南部オーラン県にあり、ドイツ軍と協領をめぐる激戦が繰り広げられていた。12月25日、少々に承認し、合わせて第9植民地不評師団長に就任。45歳のクリスマスプレゼントであった。 翌1945年1月末、コルマール方位戦に参加を命ぜられ、2月の初めに到着する。2月10日、ドゴール将軍が、サランに勲章を授与するために師団を訪問。これがサランとドゴールとの初会答であった。2月20日、連戦続きで、将務王の激しい不評連隊の回復を目的として、旧イディックの再編成のため、サランは、 第14不評師団への移動の命令を受け、同師団は、アルザスロレーヌ地方へ向かう。ドナウエスンゲン近郊にて、ヨーロッパでの終戦を迎える。1952年1月11日、インドシナ中流軍司令官、ジャンドラトルド・タシニー元帥の死去に伴い、公認として司令官に着任する、ベトミンによる、トンキン地方への攻勢を撃退した後、 ベトミン軍の行動に対応して、ラオス地方へ作戦を施行し、12月にはナサンの戦いに勝利する。ベトミン側は、ボーグエンザップ将軍指導のもと、ラオス戦に挑んだ。1953年5月28日、大きな戦果を上げることなく選挙区拡大の責任を取る形での理任となり、フランスへ帰還した。1956年12月24日、 アルジェリア中流第10軍司令官に就任。当初は、インドシナ戦争、敗戦司令官であるサランに対して、コロンたちは、裏切り者、売国奴と見る向きがあった。翌1957年1月16日には、第10軍本部庁舎にあるサランの執務室に向かって、バズーカが打ち込まれる事件が発生、ロビエ大佐が死亡した。実行犯は、コロン過激派である。 フィリップ・カストリとミシェル・フェショであった。そしてその講演者には、ルネ・コバックとサランの代理を務めようとした、ルネ・コニー将軍がいることが判明。しかし、コバックらが関与のした証拠は、不十分であった。詳細は、バズーカ事件を参照。9月30日、相次ぐコロンと FLN の間の爆弾テロ合戦は、エスカレートするばかりであった。12月28日には、 雨でフロジェ・アルジェ市長が拳銃で暗殺されるに至り、翌1957年1月7日、ラコスト総督の要請に基づき、スウェズ帰りのジャック・マシュー将軍率いる第10落下三師団に出動を命じた。これが、アルジェの戦いの始まりである。過劣な総統戦が終わる頃には、FLN は壊滅的打撃を受け、特にアルジェでは活動できなくなり、 地方でのゲリラ戦に移行した。FLN の聖域と化していたチュニジアとの国境線付近にモーリス線を設置、物資の供給を遮断した。この頃には FLN のもとに東側諸国からの援助物資が届くようになっていた。地方においても、アルジェと同じく民間人、ナカンズク、アルジェリア人が多く、犠牲となる悲惨な戦いが続くこととなった。 1958年5月の危機で、アルジェからド・ゴール支持を訴えた。しかし、第五共和制初代大統領に就任した党のド・ゴールは、サランタ・アルジェリア中流軍の態度を良しとせず、12月12日に、実質的に名誉職となっていたパリ軍事総督に着任することを命じられた。1960年6月10日、退役。 1959年9月16日、ドゴールは、テレビラジオを通じて、FLN との停戦、民族受血政策の指示を発表した。翌1960年、マッシュ将軍の落下三師団長解任事件とそして、バリケードの一週間の失敗と、コロンたちを色めき、立たせる事案が立て続けに起きた。サランは、フランス関係の監視を振り切って、スペインに亡命。 そこからアルジェへの帰還を図っていた。サランはマドリードにおいて記者会見を行ってフランスのアルジェリア運動の長となることを宣言し準備を開始した。OAS の民間人創始者たちを意識的に忌避しつつアルジェリアやフランス本国の支持者たちと連絡を取り合っていた。4月22日、ついにアルジェに到着した。しかし、すでに反乱の足並みは 乱れ始めており、4月26日に逃亡する事態となった。反乱の失敗後、逃亡先にて OAS と合流を果たす。そしてかつての落下3連隊の指揮官たちに指名され、エドモンジュ王を副指揮官とし OAS の指導者となる。FLN やドゴール派の要人に対するテロが、フランス本土全域にまで広がる事態となった。 エビアン会談そしてエビアン協定を阻止すべくど、ゴール本人だけでなくアルジェリアの一般市民まで犠牲になるようになっていた。サランはこのような行為に対処激怒し、末端部隊の暴走を止めようとするが、すでに組織は分裂状態にあった。状況は救いようのないところにまで悪化しており、ポルトガルへの亡命を進められたがこれを誇示、 1962年3月25日、ジ王ウが逮捕される。4月20日、ついにサランも逮捕される。1962年5月23日、高等軍事裁判所において、ジ王ウと共に死刑が言い渡されるも、5月27日に、ドゴールによって、法廷の解散を伴う氷決が出た、ため向き刑扱いとなった、12月8日サランとジ王ウは、 他の反乱参加者たちとは別にされ、チュール刑務所へ収監されることとなる。これは同じ監獄に収容した場合、フランスのアルジェリア運動を再開させかねない懸念があったためである。1968年6月15日、御社となり、チュール刑務所の受刑者の中で最後に出所した。1970年から1974年に、 かけて1918年から1960年のサランが軍務に服していた期間について著述し、翌年1975年に帝国の終わりと題して発表を。1982年、議会によって恩赦特別法が可決され、恩赦となり、名誉回復がなされる。1984年5月10日、病気のため陸軍病院に入院。 7月3日に亡くなった。ありがとうございます。